全消灯、運転席側面窓改造、パンタグラフ交換後姿 g e 6 6 2 7百6号機、運転席側面窓改造、パンタグラフ交換後 g e 6 6 2 7百2号機、試作機の全面改造後、レーティッシュ鉄道 g e 6 6通型電気機関車は、スイスのレーティッシュ鉄道の本線系統で使用される、山岳鉄道用電気機関車である。 1950年代の本線系統の旅客及び、貨物輸送量の増加への対応及び、グラウビュンデン州南西部の発電用ダム湖である、ラクダ・ラルビニアの建築工事用のセメント輸送列車の、牽引機として、最大勾配35パーミルのアルブラ線で12から3両編成、約800席の旅客列車もしくは16両編成の、 貨物列車に相当する265トンの列車を最大勾配45パーミルのプレティガウ線では190トンを牽引することができる機関車として設計されたもので1958年に2両が試作されその後1965年には量産機5両が製造されており価格は試作機が1両約123万スイスフラン 量産機が一両約140万5000、スイスフランである。本機は GE4-4I 型機関車をベースに、車軸配置をボボボの6軸化、連接車体化したもので、車体、機械部分、台車の製造を SLM、電気部分、主電動機の製造を BBC 及びムフォが担当しており、 低圧タップ切り替え制御により1時間定格出力1 7 6 4ット牽引力 135kN を発揮する協力機で、35パーミルで280トンを、45パーミルで205トンを、それぞれ時速4 5トルで、牽引可能な性能を持ち、起動時牽引力 214kN は現在でも、レイティッシュ鉄道の機関車中最大となっている。 それぞれの基板と SLM 製板、製造年、機体名は、下記の通りである。g e 6 6 7 3号機、製造時の塗装、1970年試作機の、正面貫通扉撤去、側面窓改造後、g e 6 6 7 2号機、1973年 g e 6 6 7 2号機、27両編成の、 貨物列車を牽引 GE6、6706号機、最大35%パーミルのアルブラ線で重量以上の、編成の客車列車を牽引、ラントバッサー橋付近。ありがとうございます。